アラウンドビューモニターの画面アラウンドビューモニターは日産自動車が2007年に開発したパーキングアシストシステムである。2014年からテレビ CM を放映。2016年からは日産インテリジェントモビリティによる装備に組み込まれている。ドアミラーに内蔵された広角カメラリアに内蔵された広角カメラ構造としては車体の4カ所に設置された。 超高角、高解像度カメラから得た画像情報を画像処理用の専用 LSI が毎秒30コマの超高速タイムで処理をし車両情報から見下ろしたような感覚の映像として疑似表示することで車と路面の駐車枠の関係をブザー音と共に確認できる仕組みとなっているこのシステムの採用より 視覚の多いミニバンでも、重列駐車や強地駐車のコース取りが分かりやすくなると、共に、車庫入れもより安全かつスムーズに行うことが可能となっている。2005年に日産、ザノビ、ソニーで共同開発を開始し、ソニーが開発した130万画素の CMOS センサーと、超高角、高解像度レンズを搭載したカメラ、 ザノビの俯瞰画像変換技術を取り入れたコントローラが搭載されている。インテリジェントルームミラーのアラウンドビューモニター画像スカイラインクロスオーバーで採用されるタイプには新たに駐車ガイド機能、フロント、リアワイドビュー機能、ナビ連動フロントワイドビュー機能が採用された。駐車ガイド機能は駐車手順を画面と音声の両方で案内する機能であり、 フロント、リアワイドビュー機能は、前後の約180度の範囲を画面に映し出す機能で、リアワイドビュー機能については、世界初の機能となった。三つ目の、ナビ連動フロントワイドビュー機能は、前述のフロントワイドビュー機能を、事前にナビに登録した場所で、自動的に表示する機能である。なお、すでに、アラウンドビューモニターを採用していたエルグランドと、セルナも、 フルモデルチェンジに伴い、スカイラインクロスオーバーと同じ改良型にバージョンアップされた。エルグランドにおいては2011年の改良時に世界初となる移動物検知機能を追加。同機能は車両周囲に歩行者や買い物カートなどの移動物を検知し、モニター画面表示と音でドライバーに知らせるシステムとなっている。これにより、 駐車スペースから発信する際などの安心感を高めると同時に駐車ガイド機能にはこれまで手動で設定していた目標駐車枠を車が自動で白線を認識して設定する機能を追加し利便性を向上させたまたトップ画面でもタイヤの切れ角や予想進路線を表示させることでよりスムーズな駐車を可能としているコンパクトカーでは 2012年9月にフルモデルチェンジするノートの最上位グレードメダリストに初めて搭載される。ベース車がオーディオレス車であるため自動防眩ルームミラーの中に内蔵されたモニターに映し出すタイプになっている。ただし、エルグランドに搭載されている移動物検知機能等の一部機能が省略されている。しかし、現在は搭載。軽自動車では 2013年6月に発売されたデイズの一部グレードに標準装備された。ノート同様自動防眩ルームミラーの中に内蔵されたモニターに映し出すタイプである。後にデイズシリーズの共同開発相手かつ製造元である三菱自動車工業の EK シリーズにもマルチアラウンドモニターとして標準装備あるいはメーカーオプションで装備できるようになった。MOD は 非搭載。アラウンドビューモニターの画像を応用して、駐車枠までステアリングを自動操作するシステム。ナビタッチ、及びスイッチ操作で止める向き、枠の訂正、開始などができる。操作は、枠の微調整が必要。搭載車種は以下を参照。ありがとうございます。